組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。前回からのミッションはこちら。北海道です。北海道から来ました。このために帰ってきて大ファンです。山口岩国錦帯橋というわけで、今回の「ゴリパラ見聞録」は山口県の錦帯橋を激写する旅でございます。早速山口へと出発したゴリパラ一行、すぐにゴリさんが幕末モードに。それもかなりマニアしか知らないようなスポットを紹介され、お腹いっぱいになる僕ら、途中温泉地に立ち寄り一っ風呂浴び、恒例の一献へ。今回は後輩がしちゃってくれないのはなぜかがテーマに、後輩がなっていないというゴリ犬に斉藤がだから嫌われると一括。最後はゴリさんがトイレに行くのを邪魔して全編終了。おはようございます。同じシャツ着た人がいる。恥ずかしい。向こうの方がでもちょっとゴリさんやったから嫌だったから。ああそうね、どういう意味ですか。あれの代名詞だからさ。あれって不細工だろ。持ってきちゃ1時間ちょっとで1時間ぐらいです。考えながら、その方面に向かいながら。ようござんすか。見つけたらもうちょっと行く感じ。俺はもう1個ちょっと行くとこは決めてるから。何。昨日が幕末、やっぱ日本の歴史。今回やっぱ海を越えて中国の歴史。日本で唯一三国志の博物館。博物館。三国志っていうのは魏呉蜀のそこで争ってた時の時代ですな。三国志ね。三国志っていうのは誰が言い出したか知ってますか。孔明。そう孔明です。天下三分の計という。天下を3つに分けちゃった。だからもう福岡も国と名乗ればいいんですよ。独立宣言。福岡を一つの国と、ここに独立を宣言します。インディペンデンスデイ。山口でかいな。昨日日本アカデミー賞の授賞式テレビで華やかで、あれがマックスだとしたらこの場所がミニマムかもしれない。誰が最低限よ。気持ちとしてはあるよ。この状況、バンの中にいる感じ。俺初めてちゃんと見たけど、やっぱみんなもう年下の人がガンガン出てるよね。監督が30歳ですよね。でもまだ日本地図作った人誰だったっけ。伊能忠敬。55歳ぐらいから地図書き出してるんですよ。そうですね。それまでね自分の商売やってて、そっからことなしてるから間に合うことないんじゃないかな。地図書こうかな俺も。あるからあるわ。でも分からんよね、そういう地下鉄のさ乗り換えのしやすいのをなんか調べてね、撮ってた人とかすごい。普通の主婦の方でさ、洗濯機のゴミ取るやつとかなんだろ。そう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 。特許の話になるわけ。まあまあね、何かしらこの一発儲けたいの方にこの世界で頂点取るから。うちもそうやけど、ちょっと待ってくれ。伊藤博文さんの誕生の地だってよ、この辺。中華村塾生ですよ。どっちでもいいんじゃないか。三国志行くのもあり。三国志関係なくない。だって三国志山口と関係なくない。まあそこ出身の人で三国志好きだったんじゃないですか。そういうことか。あ、書いてある。三国志城。え、城。コーヒー軽食あり。あり。出しようか。どういうこと。喫茶店行ったらこの時はどういうシーンなのかとかっていうのを再現してほしい。うん。再現。シセル孔明。そうそうそう。生きる中達の柱ですね。どういうことですか。いや孔明戦ってて死んだんですけど、死ぬ前に一計案じてて、孔明の木の人形みたいなの置いてたんですよ。人形を見てもう相手の武将がビビって軍を下げたんですよ。死せる孔明生ける中達を柱す。そういう名言がいっぱいあるだろう。だっていっぱいあります。あ、待って、黄色いやつだ。あれですよね、三国志ラーメン屋さん。うどんで飯やな。うどん味島。古代の夢とか。それさ。オッケーです。いける。あとゴリさんが今俺が交渉してる時にトイレ。そうね。なんかお腹痛いっつって。あいつはほん。これ戦の時やったら大事よ。大丈夫大丈夫です。どうしたの急に。多分飲み過ぎ食べ過ぎだと思う。そんな単純な理由？劉備の国の5人の虎大将軍、五虎大将軍といって。なるほど。これ関羽でしょ。関羽です。本当に知ってんな。すいません、え、関長ですか。はい。女性ですけど三国志が好きなんですか？そうです。何故にここで三国志を、なんかゆかりとかあるんですか？ゆかりはありますね。山口家は三国志とはすごく交流があったとこなんです。交流が、で興奮からこう義から送ってきたっていう鏡が出て。義から曹操の国のゆかりがあるということ。じゃあもう三国志はもう非常にお詳しいということで、あれわかるんじゃないですか？先ほどのセリフなんて。死せる孔明、生ける中達を走らす。それ知ってます。あるあるなんですね。あるあるも当たり前のように知ってます。死せる中明。中明じゃない。違うの。中明、孔明は中達。あ、中達。芸能リポーターじゃないですか。前中さんです。パンパンパーパンパーパーパンパラパンパンパーパンパーパーパンデーデデター出ましたコメさん来ましたよ。これなんだこれ。義20万に対し五色連合は4分の1の5万で、これがいわゆる駅壁の戦い。これがまさか勝つんですよ。連環の計、相手の船くっつけちゃうんですよ。どうやって？策略でくっつけるでしょ。足場が固まるから絶対いいと。そこに火つけたんですよ。でも固まってるから船逃げれないんですよ。あー、ドーンって、よっしゃーってバザーって言ってですね。その時にエドリアーン。いや違います。やめろよ。これは何の戦いですか、斉藤さん？これはですね。張飛じゃないですかこれは。劉備の軍隊をねずっと曹操から逃げて逃がしてるんですよ。町の人とかもみんなついてきちゃった劉備がもう。カリスマありすぎて。でも曹操の軍がもうオレーって来てるの。それをこの張飛が一番しんがりに行ってね、かかってこんかいっつって一人でその5万人の軍勢が「はあ!」止まったと思って言って、確かに一人でこれ5万人ほらこれもうビビってるでしょほらあっていう顔してるでしょ。怖いってバン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 。他にお客様どうすんの？いないとこだ。こっちはちょっとよりおおちょっと。関羽の清流とね2メーターぐらいある。これ余裕で持ってました。こうやってだから本当に。いやいやここ無理やって。一気に20人ぐらいの胴体を真っ二つにしちゃった。無理や。これ孔明。おおでかっ。これもう石壁でやったっつってる時のちょっと孔明さんに。ちゃんと祈ったな。これやっぱ孔明さんのね爪の赤でも煎じて一番頭いいっていう象徴やから。お前なんやねこの感じ。ち分からんわ。何どうしたの？孔明さんを前にしてアホ丸出しやな。風城の計来ましたね。城にね門を開けて琴引いてたんですよ。城開いてるよ、ドア開いてる、逃げろーっつって。それで全部やり方いろいろあるんだな。さっきのやつはもう自分で箸でこう持ったり。そうそう、中達はそれまでにもはめられまくってるんですよ孔明。だからもう絶対作戦すんげえ、もう絶対作戦。これもう逃げよう逃げよう、ダメダメダメ、もう10万人ぐらい後ろに隠れてるから。振りがあるわけあるの。ロマンがあるよねこれ。物語が面白いんだよね。大満足。初代内閣総理大臣の家行くか。もうお腹いっぱいなんで。はあ。三国志に触発されてゴリさんがちょっともう明治維新150年っていうやばいの呼び出してるよ。長州に入ってそのことはそういうことない。通り道になんかこう誰々の成果みたいなのあったら行こうよ。もう高速すぐ乗ります。さあ皆様岩国でございますね目的地の。そう行きたいとこあるんですけど。地下帝国がある。お前なんか全然。提案しないからってついに嘘つき出したね。ちょっとリサーチかけたんですよ俺も。ムーバレーっていう。バレーってあれだよね、丘谷。面白そうやね。あれじゃねえかほら、ムーって書いてない謎。いやあれ絶対行くべきでしょ。行こう。出た。俺がいつも疑問に思う山口県独特の茶色の瓦だ。いつも言うよねゴリさん。でゴリさんがなんか理由があるはずやっていうのを毎回こっち方面車で来た時絶対言うんですよ。でも誰も困ってくれないでしょ。みんな無視するんですよそれ。調べればいいじゃないですか。じゃあ頼むわベキ。俺が調べんの？ちょっと調べてほしい。なんかこうみんな思ってるはず。思ってた？思ってなかったです。はい出ました。地元産の石州瓦なんですって。大体そうでしょ。この辺で作った瓦があの色だからあれが多いっていう。だろうなと思ってた。え？だろうなと思ってた。調べさせた割にリアクション弱いな。菜の花だ。うそういう時期ですな。春、花が綺麗な季節になってくるね。今年は花見とかしようかな、福岡で。寒いもんね。なんかすごいそういうの好きな人がめっちゃ装備揃えてきてくれるとこあるじゃないですか。防寒も、なんか食べ物とかも、そういう人がいればね。片付けもそういう人ってもうしてくれるし。片付けるのが嫌なんですよ。用意も片付けも用意どんでも食べて飲むだけがいいですね。そうやな。後輩連れて行けばいいじゃん。いやでもどの道片付けは一緒せないです。後輩来ないから。あ、そうか。そうだった、そうだった俺たち後輩来ないから。これ降りてもいいぐらい透き通っとうよ。ムー行くからさ、俺たち。そっか、行きたいの。降りる？夏だったら飛び込んじゃったな、これ。あんた川飛び込まんやろ。吹くのがめんどくさいとかさ。そんな過去は知らん。今の俺は飛べるんだ。アイキャンフライ。アイキャンフライ。ノーキャン。ノーキャン。ノーキャン。こうやね。一大アミューズメントだね。ムーバレーとは43キロのうち850メートルを地底をとして演出した異色のテーマパーク。なんか壮大なアドベンチャーになってるな。お前ら気をつけろよ。100%こう駆り立てる音楽やね。俺大好きや、こういうの。命を落とすかもしれんから。ちょっとじゃあ許可を。さあ、これね。冒険です。こういうゲームなんですけど。どういうこと？これを解読していってゴールを目指すという。まさにアドベンチャー。もう一回説明して。トイレ行ってたもんね。ちょっといや、今日7回目のボムだったんだ。王国内ではトイレが発見されてないぞ。あれ、冒険の前でトイレに行ってる。やばい。さあ、突入です。いや、ちょっとこれしっかり探さないから。本当はこんくらいですよね。黒。なんかあるな。なんかあるかい。これです。危ないとこだったな。迷路的には。10円あるよ。いる。3。なんかね、インドなんでしょう。行こう。聖なる間、黄金像を守る戦士たち、その周辺を調べろと。緊張感持っていけ。はい、ちょっとうちの隊長が。どうした？お腹との相談でちょっとラビリンスかお腹ラビリンスです。お腹ラビリンス。はい。トイレがないという恐怖感がやっぱりその楽しめない。インディ・ジョーンズに出てきそうな。インディ・ジョーンズ、インディ・オブ・ジョイトみたいな。インディ・ジョーンズ。ゴリさん絶対インディ・ジョーンズ。ファミリー面白いやろね。いや面白いですよね。ゴリさんがこんなにラビリンスじゃなかったらもっとゆっくり行けたんですけどね。あと、ゴリさん、さっきの坂で軽く息切れしてもちょっと大丈夫か。満身創痍じゃない。ゴリさん早い。早い。ゴリさんが早い。どこだ？こっちの。早くしないと。早く探して早く。早くしないとやばいぞ。お腹痛い。食べ過ぎ飲み過ぎだな。これだ。そうね。うん、それ。10円いる。俺の10円いるに。さあ、ずっと無視してるけど。1だ。1番。よし、行こう。ない。これ次のヒントは何だ。早いじゃん。楽しいなよ。10円いる。なんで無視すんの。2だ。ここがすごい。どうした。昔の行動だ。うわ、すげえ。すごい。あった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 。ちびっこ今やってそうでした。ごめんなさい。興奮してきて怒られてて。歩いてたら倒れてくるやつ。こんなスポットがあるなんて。おトイレがあれば完璧なんだよ、ここ。していこう。うわ、すげえ。もう綺麗。もうすげえ、ここ。で、めっちゃ綺麗すぎても反射してる、下に映ってる。めちゃくちゃ綺麗やな、これ。いや、これすごいね。謎解きとかしなくても面白い。すげえ、すげえ、マジかこれ、マジですげえ。おお。英語だけ。すげえ。エクセレンス。ちょっとこの滝はもう普通の湯とかのレベルじゃないですね。歌声湯の。どうした。限界か。この後完全に限界を迎えたゴリさんが一切喋らないという暴挙に出ましたが。ファミリーやカップルだったら絶対に楽しめるスポットでした。見事成功だ。行こうか。行こう。森に帰っていったぞ。それでは錦帯橋に向けて行きましょうかね。やっぱ錦帯橋なんだよね、最強ブリッジ。どうぞ、こちらが錦帯橋でございます。街並みがいいんだな。いいね。相変わらずいいね。味があるわね。おめえ、おめえになった。おめえ。味があるわね。諦めないで。味があるわね。びっくりした。オープンカーじゃないから。すいません、ちょっとごめんなさい。じゃあ行きましょう。ドルさん、ペペさん、斉藤さん、お疲れ様でした。自分も前回に行ったのは結構前ですが、写真見てまた行きたくなりました。本当にいい橋ですね。そして早くゴリパラ見聞録が全国放送 &DVD 発売されるのを楽しみに待っています。北海道にもゴリパラの面白さを広めていきたいと思います。このために帰省してきた甲斐がありました。ゴリパラキッズ、そしてこれからも応援し続けていきます。今回は本当にありがとうございました。この先も体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。北海道からこのために帰省してきたっていうのを聞くとやっぱ凄まじいね。そういう福岡を出ていった人が広めるんですって。北海道支部長任命です。広めていっていただきたいなと。いや本当にね。